マイナス -16 に空中給油を行う KC-135 空中給油機空中給油機とは飛行中の他の航空機に対して給油を行う航空機のこと、タンカーとも呼ばれる。空中給油機はそれ専用の航空機として一から開発されることはあまりなく一般的に輸送機、旅客機や爆撃機を改造して作られる。 コストパフォーマンスを考慮して中古機がウェイスとなることもある。また、航空母艦などでは、大型の航空機は搭載できないため、艦上機に給油ポットを装備し空中給油機として使用する。航空機を空中給油機に改造する際に、燃料タンクを増やすことが必要となるが、胴体内全てを燃料タンクにすると、最大で陸重量を超えてしまい、使用できなくなってしまうため、 燃料タンクとするのは、胴体床下などの一部分に留め、他の部分は輸送スペースとして使用する場合が多い。燃料タンクは、磁気用、給油用で異なる燃料を搭載する必要があるなどの特別な場合を除き、分かれていない方が柔軟な運用が可能であるため、両方の燃料を同一のタンクに搭載するよう作られている場合が多い。別々の燃料を使う例としては、 通常のジェット燃料として使われるケロシンよりも、発火点の高い JP-7 を使う SR-71 偵察機のため、KC-135 でも、専用の燃料タンクを持つ k c 1 3 5 q がある。最も多くの空中給油機を保有しているのは、アメリカ空軍であり、KC-135 だけでも700機以上が生産された。これを、 心臓機として導入したのはフランス空軍のみだが冷戦終結後は余剰となった機体の NATO 諸国以外への供与も行われるようになり特にトルコ空軍とシンガポール空軍は早い時期に起動しの若い k c 百三十五を導入したイギリス軍は当初 3V ボーマーを空中給油機に転用していたが1 9八十年代からビッカース VC-10 や ロッキードトライスターといった旅客機の改造機に置き換えられていった。オランダ軍はかつてより大量に中古市場に出回っており大きな機内空間を持つ DC-10 を改造して KDC-10 として使用した。ソビエト連邦軍、ロシア連邦軍は大型ジェット輸送機イル -76 を改造したイル -78 を使用している。航空自衛隊は ボーイング767を改造した KC-767 を導入した。また、C-2 輸送機導入に伴い、余剰となる C-130H を改造し、2010年2月に回収された機体が第401飛行隊に配備された。2015年には増強として新たに KC-46 が選定された。 軍用輸送機のベストセラーとなった C-130 や大量に中古市場に出回ったボーイング707も多くの国の軍隊で空中給油機に改造されている。KC-135 を含む多くの機材は老朽化による更新時期を迎えており、アメリカ軍はイタリア軍や航空自衛隊で先行導入されていた KC-767、 の改良版である KC-46 を2015年度予算で一括発注し機材更新に着手した。オランダ軍やイギリス軍、オーストラリア軍などはエアバス社の軍事部門が提案した A330MRTT を採用。A330MRTT は大韓民国空軍やアラブ、主張国連邦空軍などといったこれまで 空中給油機を運用していなかった国においても採用が増えている。2010年以降は東南アジア加盟各国空軍が新たな選定作業を開始している。固定翼機だけではなく CH-53E や MV-22 のような回転翼機、ティルトローター機に空中給油を行うことも可能であり、アメリカ軍所属の MV-22 が日本から オーストラリアまで無着陸飛行に成功した事例もあるなど、航続距離が限られている回転翼機にとって随行する空中給油機は必須の存在となっており、災害救助活動などに活用することで、より効果的な救援活動が可能となると言われている。C-130J などの戦術輸送機に空中給油能力を初めから付与して引き渡す事例も増えており、 空中給油機を保持することは近代的な空軍力を構築する上で必須となりつつある。空中給油機には本来の給油目的だけではなく乗員スペースに生物学的な隔離機能などを追加した多目的支援用途の機体もある。新型コロナウイルス感染症の流行の際にはイタリアが KC-767 をドイツが エアバス A310MRTT を中華人民共和国へ派遣し、自国民を母国へ帰還させる手段として用いた。2021年、アメリカ海軍は無人給油機器を使用して、戦闘機へ給油を成功させたことを発表した。空中給油機専用機に改造されたもの以外にも、S-3 夜会、A-18 といった、 環状対戦哨戒機や戦闘攻撃機のハードポイントに給油ポットを取り付けて空中給油能力を持たせることも可能である。給油ポットは一般的な増装に空中給油ホースを取り付けたようなもので通常の飛行時にはホースはポット内にしまってあるが給油時にホースを伸ばして給油する。メリットとしては 給油ポットを取り付けるシステムさえ備わっていれば、戦闘機だろうが、攻撃機だろうが両機に空中給油を行うことが可能になるため、専用の空中給油機を開発、運用する手間がない戦闘機や攻撃機に給油ポットを搭載した場合、高速で移動しながらの給油も可能となるため、戦場への到着や帰還する時間を早めることができ。 大型機ではリスクが高い適量空内での給油にも適する。また、給油任務がない時は給油ポットを外して、ミサイルや爆弾、偵察ポッタを取り付けることも可能なために、幅広い運用が可能になる。デメリットとして、設備が大掛かりになる、フライングブーム方式は不可能なために、給油を受ける側に高度な技術が求められる、プローブドローグ方式に限られる。 また、給油ポットを取り付ける機体は、ほとんどが、哨戒機や攻撃機のために、専用に作られた、空中給油機に比べれば搭載できる燃料も少なく、多くの飛行機に給油したり、大型機へ給油したりすることには適さない。この方式はもっぱら海軍に見られる方式で、 その海軍の中でも、大型機を運用することが少なく、飛行機の搭載スペースも限られている、航空母艦で使われている。アメリカ合衆国アラブ、主張国連邦イギリスイスラエルイタリアインドウクライナ、オーストラリアオランダカナダ韓国、サウジアラビアシンガポールスペインソビエト連邦、ロシア中国ドイツトルコ日本イランパキスタンフランス。ありがとうございます。